ね、映画兵力マックスに近い地方隊です、信長の城ね、今織田家、10個の城を持っておりますが、運行は大したことない、城をね、あと深海また調べてない、至福寺かな、は欲しい。この2つの仕方、小倉はね、調略で手に入れた、手に入れる武将次第でここも押さえておきたいですね。はい、で、攻めるとしたら、我が織田家で毛利に願いたいんですよ。毛利に願いたいんですが、どうなんでしょうね、これね、毛利の下田、ここか、山吹町、ここからね、織田家が遠いんじゃないか、間にね、島津が入ってますね。で、陸戦でね、行くなら、全部隊、陸戦で行くんですが、毛利には、中国地方の覇者でいていただきたいですね。で、この、毛利の、直轄領が一箇所だけですね。一箇所だけで、これね、この辺のね、いい武将は中国地方、いい武将っていうかね、元九州のむっちゃ強い立花さん、まあ、ピンポイントで欲しいわけですが、切りがたい人なのかね。で、中四国をね、ちょっと荒らしてやろうかなって思っておる次第であります。はい、で、我が織田家、全兵力12万対して兵糧は10万だって秋待たなきゃねいけないということで、しょっぱなからではありますが、秋までねちょっと、早回ししたいと思います。秋が来るまで、何もしないっていうのもね、ゲームがないんでね、兵糧が入るので、残りのね、城の回復の回収ですか、の仕上げをして、これで道の方をね、改造する忘れてたんでね、城を回収しつつ、省略です。省略がね、あんまりねうまくいってないと言いつつ、またねちょこちょこね気抜けるようになりましてね、毛利軍の情勢、まあ島津軍というよりはね、毛利軍の、
されてるんですかね、四国はほぼ、毛利が統一したりですかね、さすがに、機内の攻撃をやったら中心ですよね、機内の攻め込みは、戦してるんでしょうな。ということでね、大友宗麟さん引き抜けちゃいましたしね、なかなか情勢で、変わるので、省略の方もね、影響があるということでね。でこれで、9月に兵糧が入って、いよいよ第二次毛利攻め、かかり、毛利軍ね、圧迫してね、ここが銃持ってますが、刀ですね、持ってますけども、まだね、引間城が完成してないのでね、はい、この場所からね、徳永軍が旧部隊、3部隊ずつでね、3方向からですね、まあ西から東へっていう、あれですね、経路もね、3人なんですよね、分けて進軍しようと思っております。なかなかね、秋に来ませんな。話が逆さまになりましたが、BGM は例によって、ちょっと変えております。信長ではありませんよこれね、三国志の、オープニングの BGM、さて、9月が参ります。はい、大友さん参りましたね。表情を始めましょう。先月の周知です。報告いたします。収穫、量、66万6000ですね、飛んで83石と、信長の自身の領地ね、39780、はい、ということで、はい、たまりました。いよいよ戦をしたいと思います。レントがね、ちょっとね、低いんですがね、で、どうでしょうね、全軍いっちゃって大丈夫かなという感じですが、ちょっと城のね、完成とはですね、見ておきましょうか。伊万里はまだ、縄文がね、あれですね、伊万里、あと、どこでしたかね、ヒグマ、
そろそろ年齢やばい気がするんですが、情報か、でしょ、しかも若いな、自殺、ですか。自殺ということは長生きしますね。よし。で、ちょっとおっかないですが、戦行きます。はい。まず今里。人選二人はいらないけれど、人選だったらカクランの方がいいな。カクラン、はい。ブダダさんね、まあ、何も思う、まあ、何も思ってないじゃない。まだ先、お見せしましょう。はい、我が策をお見せしてください。遠いかな。出陣する。デッサーは揃いました。はい。で、ここは一部隊だけなんでね、一部隊、そうか、二部隊ね、二部隊行かせてますから、秋月から出るまでちょっとね、出れるぞ。残しておきましょうかね。ヒグマ残して、
出陣するぞ。しないとね、なかなかね、あれですな、調略、あくまで調略をうまく進めるための、毛利圧迫です。では、回収行きましょう。はい、先月の終始です。報告いたす。ねえ、こんだけ軍を出してもまだ兵糧がこんだけある。うん、かなりね、美味しいですな。で、回収が、一通り終わってるんで。止まれ大一郎。さて、行きますか。今回は、なんて言うんでしょうね、三軍団に分けて、戦を出しますよ。かしこまりました。しょう。